はい、こんにちは、本田です。今回ですね、兵庫県明石市まで来させていただいております。でカメラの前ですね、映っていらっしゃいますのが兵庫県明石市で工務店をされています大塚工務店の大塚さんです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、建物ね、もう後ろ映ってるんですけども、今回ですね、大塚工務店さんで施工された建物のお家のルームツアーをさせていただくんですけども、今回こちらのお家はですね、もう築2年ですぐらいになってるんですね。はい、すでにちょっとオーナーさんがお住まいのところをですね、今回はですね、ご好意で、ルームツアーさせていただけるということで来させていただいております。今日はすいません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回の敷地ですね、ちょっとこう間口がね、ちょっと狭いところの狭小地っていうようなイメージになるんですけども、はい、ここにですね、今回平屋を設計されたということで、もともと鉄骨のビルが建っていた、所有されてたビルがあったんですけど、はい、まあ、それを壊して、はい、まあ、平屋の木造を建ててですね、はい、次の住処にされたいというご要望がありまして、はいはいはい、もう子供さん独立された後のご夫婦お二人のお住まいということになります。なるほど。はい、なのでちょっと今これ東面になるんですけど、はい、東西に長くてですから南の間口が広いお家なんですけど、お隣もこう結構アップ、はい、そうですね、切迫して建っているので、はい、なかなか日射取得っていうのがしにくいので、実はこの中庭を作った平屋ということで、はい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 、この後案内させていただきます。なるほど、中庭のある平屋ですね。はい、じゃあすいません、じゃあよろしくお願いします。あとこれ一応道路が東面の道路と、はい、今こちら東側なんですけど、はい、反対側の西側にも道路があって、あ、なるほど、すごく細長い敷地でこう奥までこう通じているような形なんですね。はいはい、2面道路なんですね。そうですね。なので車は裏に止められるようにしておいて、はい、こちらはもう玄関にしてしまっているという感じなんですね。はいはい、なので手前はもう車置き場はなしで、前にはという形で、はい、植栽を置いて焼き杉の外壁でさせてもらってます。うん、なるほど。はい、こちらが今回玄関のアプローチなんですけども、はい、この玄関のアプローチのこの台はいつもの U 字工ですね。ちょっとこの反対側の道路の地面の方が高くてですね、そちらを基準に水平にしているので、あ、なるほど、はい、こちらの表の玄関は少し段差が多いんですよ。はいはいはい、なのでこのちょっと階段を作って、うん、ひな壇のようにして上がってもらうような形になっています。なるほど。はい、でこちらがですね、いつも大塚工務店さんでされているデッキ土間。そうですね、デッキポーチと書いてます。木のポーチということで、はい、タイルとかを使わずに大工さんの仕事でポーチを作る。なるほど。施工時は本当に木の色をしてるって感じなんですけど、そうですね、2年ぐらい経つともう、こういう風なシルバーグレーの、はい、おっしゃる通りです、お色に変わるっていう感じになります。はい、これ玄関ドアは湯田木工さんのヒノキのドアのクリア塗装っていう透明の塗料が塗ってあるやつで、もともとはこういう色やったんですね、このデッキも。はいはいはい、なるほど、この色だったんですね。はい、土間は塗装してないので、はい、このデッキポーチはもうシルバーグレーになって2年ほど経っていますね。なるほど。はい、この感じちょっと今いい色に変わってくるわけですね。はい、でちょっとこちら表が通りが多いので、はい、入ってすぐがダイニングキッチンになるんですけど、はい、横の格子を作って、はい、プライバシーをこう確保しているような考え方です。はい、じゃあ中案内していただいてよろしいでしょうか。はい、失礼します。はい、こちら板玉になってて、ここで、あ、広い、はい、めちゃめちゃ広い板玉なんですね。そうですね。で通常はここが風除室という形で閉まっているんですけど、はいはい、開けると、はい、こう中庭が広がっているというふうな、これですね、はい、中庭あるんですね。はい、おお、この字型みたいな感じになってるんですかね。そうですね、植栽が結構綺麗に、はい、終わってあるんですけど、でこれ3方とも出れるようになってまして、はい、まあ、見る庭というイメージなので出てっていうところは少ないんですけど、はい、まあ、ちょっと土いじりをしたり手入れをしてもらうときは出てもらえるということで、はい、ですね、この庭を眺めながらこちらがダイニングキッチンスペースなんですね。はい、リビングとダイニングキッチンを分けてまして、はい、中庭を挟んで東側、道路側がダイニングキッチンという感じですね。こちらが中庭でプライベート空間ですね。そうですね。ああ、まあ、この木がもう少し育ってくるとちょっと屋根の間からこうニョキッと出てるのが反対側の道路から見えるかなっていう程度で、なるほど、基本的にはプライベートな庭ということになります。外から見てこういう庭が家の中にあるとは思えないでしょうね。はい、実は地面をこれ、この網かごで持ち上げてるんですよね。はい、そうですね、これがね、はい、特徴的ですよね。はい、と床と同じぐらいの高さまで持ってくることで、あ、なるほど、この下草がよく見えるっていうか。ああ、そうか。はい、これがなかったら地面が下なので座ってると、そうなんです、あんまり見えない、ちょっと下が見えないんですね。はい、ここを上げてることによって、はい、網かごで上げてることによって地面と近くなるので、よりこう入るわけですね、下草も。はい
あとはその維持管理の観点からも建築の基礎とこう円を切っています、うんうんうん、周りが溝みたいになっているので、はい、まあ、シロアリ防御対策もそうですし、まあ、大雨が降ってもこの脇を通って外に逃げていくというような形なんですね。結構ここに土をガサッと入れるとやっぱりもう防水の面も大変ですし、はいはい、オーバーフローも怖いですもんね、はい、でしかもこれだと地面も上がるし、はい、これは中庭のアイデアとしてはすごくいいですね、はい、でそれが奥の畳のリビングとこの脇のちょっと幅が広い廊下も居場所になっているので、はいはいはい、この3方から楽しんでいただけるということで、なるほど、はい、でこっちが南側なので、はい、ですがお隣さんがあるのでそちらからの日射取得っていうのは今回最低限にしているので、ちょっとまあめっちゃ明るい南の庭というよりかは、はい、まさに京都の町屋のような落ち着いた巡行の庭っていうようなイメージで、はい、策定してます。この屋根の勾配の感じもすごいいいですね。そうですね、このまま屋根がずっとあのてっぺんまで、はい、真ん中辺まで上がっていって、はい、そこから降りていくと、はい、ずっとこの勾配なりにずっと上がっていくわけですね、はい、で真ん中辺に、はい、ロフトを作っているんですけど、ここに並んでいる通りたくさんこう骨董品だったりと、はい、いうことを集められて所望されているので、なるほど、そういうのをこう飾る場所とその収納する場所ということで、はい、ここも焼きすぎのよ、そうですね、うずくり加工した、はい、J パネですかね、はい、いつも使っている焼きうずくりパネルっていうのを通常はここの内玄関だけなんですけど、はい、もう今回はこれを張り込んでですね、はい、ちょっとまあお店屋さんだったり、はい、カフェのような古民家カフェのようなイメージで、はいはいはい、ここまではちょっとまあ靴で行ってもいいよというようなスペースで作ってるわけですね、はい、そうですね、でここにソファーも置いて、はい、ここからもちょっとお庭が、そうですね、でここをただの廊下にするのがちょっともったいないねということで、はい、ちょっと幅広にしているので、はい、そういうものを置いたりすることもできるという、なるほど、でまあ酵素等を感じることもできるし、冬なんかはしっかりとこう、はい、機密を取って景色を楽しむこともできると。いいですね。で、全て3方とも開く窓にしているので、はいはいはい、ちょっとこの召し合わせといって中央の部分が隠れるようにこの磨き丸太っていうのをこう立ててですね、これ構造上必要な柱なんですか？実はいらないんですけ ど、 なるほど、ちょっとこのサッシを隠して、まあ、はめ殺しみたいに見えるようにう、ああ正面から見たらそうですね、こうなんですね、そうです、そういうことです。まあ、正面から見ると窓枠が見えないので、はい、すっきり綺麗に見えますね、はい、でちょっとこののれんでプライベートとパブリックをこう調整しながらここで、あのここからこう靴脱ぎのスペースみたいなイメージで、はい、当時は、はい、でここがイメージリビング、そうですね、畳リビングということで、はい、まあ、お仏壇もあるんですけども、はい、ちょっとまあ靴でもよくて、はい、椅子座の間っていうところからこっちはもうくつろいで畳の間ということで、なのでここはもう畳に文字通り座っていただくことになるので、はい、まあ、さっきのより地面が上がっているっていうのが効いてくるっていうか、はい、この視線でここ普通見えないですもんね、はい、そうですね、下草とかも見えて、でまた紅葉したりとか、うんうんうん、はい、でまあ季節のいい時はここ開けてちょっと外の空気をまあ感じることも、なるほど、はい、もちろんこう網戸もこう全開することはできるので、はいはいはい、いやー、いいですね、はい、ちょっと喧騒を避けて、うん、はい、結構ねこの辺明石の真ん中辺なんで、はい、実際交通量も結構人も多いところなんですけど、そうです、ね、全然もう雰囲気がガラッと変わって、はい、ほんと旅館みたいな一棟貸しの旅館って感じですね。そうですね、ね、でちょっと襖紙も昔ながら の、 あの、はい、これ越前和紙になるんですけど、はい、ちょっとビビッドなというか、はい、この黄色い綺麗な和紙を選んでもらいまして、ちょっと元気が出る感じっていうか、うん、はい、なるほど、でさっき言ったの屋根が順番にこの画面左に向かって上がっていくので、はいはい、こういうところを利用して、なるほどね、収納にさせてもらっていると。でさっきまあ調度品で買ってこられた箱階段がありましたけど、はい、ここの畳の上には今回大工さんが新調して、あ、これをね、はいはい、箱階段を作ってそこにもたくさん、はい、あ、これ本当に上がれるんですね、はい、置いてある、そうです、そこで上がれます
この上に荷物入れですか。ですはい、たくさんこの備品というかね、飾りたいのがまだまだあるので、それをちょっと仮に置いておくところということで、はい、で普段はこの広縁って呼んでる廊下ももったいないので、こうやって開け放つとこのリビングの一部、まあダイニングの一部という形で、はい、使ってもらえるんですけど、まあ閉めたい時にはこの障子を閉めると、まあプライベートな部屋になるので、まあ例えば息子さんたちがね、例えば孫を連れて帰ってきた時には寝室としてももちろん使っていただくので、で唯一あのこの窓のある部分だけ、はい、南隣にお家が建ってないんですよ、はい、ここ以外はお家が建っているので、なるほど、窓を開けても日射がもらえないんですけど、はい、ここは建ってないので、まあこの窓を作ってここから日射しとくということで、冬格子もつけて、はい、冬を温めていくと。で夏は反対に暑いので格子を収めてますが、まあ、そうじゃないときはこういう形で日射をどんどんこう取り入れていくという形になるわけですね。なるほど、はい、で夏は涼しくするためにこの格子雨戸をもう閉めておくということで、はいはい、お隣さんとの関係も、まあ、こういう季節だったり使い勝手に合わせて調整できるように。なるほど、はい、でこれ錠前つけれるんで、あなるほど、はい、例えば夏場、うんうんうん、涼しい時なんかはこの状態で、なるほど、はい、防犯上も、はい、風を通すこともできるということです。なるほどね。やっぱり造作はしっかり意外とこう作ってるわけですね。そうです。で冬はあの断熱カーテン実はここに仕込んでますので、はいはいはい、はい、さらにちょっと閉める、はい、で普段はねこう見えないようにしてあるんですね、この垂れ下で。ああなるほど、はい、でこう下ろすと、はい、でこう上げると見えなくなるということで、何段階かで開口部は調整できるようになります。なるほど、素晴らしい、はい、でこの広縁を抜けるとですね、はい、まあ、奥にあのお勝手があって、あれですね、はい、あちらが裏口になって、そうですね、さっきお車を止めさせていただいたあのところまでになるんですね、はい、お洗濯干したり車を止めたりということで西側の外に出れるようになっているんですけども、奥にあの個室が2つあります、はい、でその個室と畳リビングの間にですね、はいはいはい、水回りがあって、トイレ洗面熱いという、うん、で奥がお風呂ということですね。こちらがお風呂になって、そうですね、こちらが造作の洗面、はい、化粧台があって、おトイレもセットにしててって感じで、はい、ここまでがそうです、そういう空間で、パブリックこの奥が一応、はい、プライベート空間でお部屋が2つ取られてると、はいはい、縦坪自体は何坪なんですか。縦坪はね29坪ぐらいで30坪切ってるんですけ ど、うん、でまあ、この辺はもうプライベートゾーンなんで物干しとかできるようになってるんです、ね、あなるほどね、ここですね、はいはい、実はこれ全部ね障子で、なるほど、はい、仕切ってあるんで、パッと見そのどれがどの部屋か、はい、そうですね、この縦具僕もちょっと気になって見てたんですけど、はい、この洗面所とかの縦具もこういう全部掃除でしてるし、この奥のプライベート空間の縦具も全部これでやってるんで、本当旅館みたいな感じの、はいはい、なんか個室の部屋があって、本当になんかこう、そうですね、食事どころみたいな感じになりますし、はい、と言いながら実際ちょっと迷われる方が多いのか、はい、ちょっと住まい手さんの方でこういう、はい、なるほど、ここ浴室ですよっていうふうな、まあ、はい、書いてもらったりもしてるということなので、すごいこれいいですね、はい、ちょっと閉めた時と開けた時の開放感がいろいろ、はい、で実はここ準防火地域っていうことで、はい、防火性能が求められる場所なんですね、はい、なのでこの外壁に近い窓なんかはこう網入りガラスって言って、はい、防火性能の高いガラスにしないといけないんですけど、はい、なかなかこういう外を見たい中庭にそれがあると不細工なので、はい、実はこの正面に3メートルぐらいの壁を作ることによって、あれを防火壁という形で、はい、あの法律を解いて、はい、あれがまあ火事をシャットアウトしてくれるということなので、はいはいはい、この緑豊かな中庭に面する窓はその網入りっていうのがない、うん、一般的なガラスでクリアできているというのも実はちょっと工夫としてはあったりとかします。はい、さあなんかごめんなさい、勝手してここええとか、ここもうちょっと大塚さんあれやでとか、なんかあります？なんかあの山の中の癒されるその空間をそのままここに持ってきたみたいな感じで、だからその分だけ手入れしなくていいんです。はい、もう自然のままでいい、自然の山をの中を切り取ったみたいな、はい、そういう作り込んだ庭じゃないっていう、ね、そうなんですよ。だからほとんどもう栄養とかそんなのもやらなくても、もう本当自然のでもこの状態で赴くままで、ちょうど今2年ぐらい、もうちょっとで2年ぐらいです。そうですね、はい、だからお日さんがさんさんと差すところじゃないからね、雨がない季節とかもそんなに歯が焼けたりもしないですし、そうなんですよ、はい、だから、うん、まあちょっと落ち葉をちょっと取るぐらいの感じで、はい、
もう本当手入れしないいうか、うん、もうそれでこのままの感じです、うん、やっぱこう中庭がある家っていうのがねテーマでしたもんね。そうですね、はい、やっぱこれあるだけでも全然明るいからね、はい、あもう全然、うん、はい、すいません今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ジェスさんもありがとうございました。ありがとうございました。こちらのお家はですねもう日差しがちょっと割ってしまっているので一般の方もちょっと見ることはできないんですけども、また大塚工務店さんね、定期的に完成見学会等もしておりますので、この動画の下の概要欄にですね、はい、大塚工務店さんのホームページのリンク貼っておきますので、よかったら見てみてください。はい、あと大塚さんメールマガジンも書かれておりますので、よかったらメールマガジンも登録してみてください。はい、はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました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 。はい。